どうもプロボーラーのスターです。皆さんですね、10番ピンのスペアってやっぱり苦手ですよね。私もねそんなに得意じゃないんですけどね、プロボーラーにあんまり良くないんですけども、今日ね実はそんなね10番ピンが苦手な方々にですね、この方法を試していただきたいという方法があるんですね。私はですよ、この方法で10番ピンのスペアに対して苦手意識がなくなったんですね。ですので、今日ね技術系の動画と思われるかもわかんないんですけども、実はね技術系の動画じゃないんです。ある意味ね技術系かもわかんないんですけども、まあその方法というのはもう10番ピン残りました、そして取りに行くときにもう構えたらすぐ投げる、もうこれだけです。はい、もうねなんかねこれだけでなので低評価がちょっと多くなってしまうかもわかんないんですけども、これね意外と奥が深いと思うんですよ。やっぱりねトーナメントとか行って緊張感の中投げてると、ストライク欲しいところでストライクが出なかった、で10番ピンが残りました、その時にねやっぱりね構えてまあね慎重になりすぎてミスるっていうのはやっぱよくあるんですよ。ですけども、構えてすぐ投げると、なんだろうね、まあ、変なことを考えずにそのままもうシンプルに投げることができるんですよね。ですので、まあ、なんていうんですかね、雑念とかそういうものが入る前に投げるということで、結構ねこうすんなり投げれるので10番ピン結構取れる確率が上がったんですよ。で、まあ、なのでぜひねこれね10番ピンが苦手な方々にねぜひ試していただきたいなと思うんですね。もう雑念をもうなんか思う前にすぐ投げる、たったこれだけです。ですので今日はですね、まあ、10番ピンこれで取れる確率が上がったっていうことですので、私自身もね10番ピン10回連続とりあえずねトライしてみたいなと思います。10回連続トライして取れたらやっぱりいいですよね。でもし10回中ね10回取れましたらね、あと何回継続してできるかっていうのもちょっとやってみたいと思いますんで、ぜひねその辺皆さんぜひねご期待いただきたいなと思うんですね。まあ何やと思われちょっとやってみたいと思いますんで、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、今から10ピン10回連続トライしていきたいなと思います。はい、伊賀ニンニボールのねこの10番ピンだけ立てられるという、まあ他のピンももちろん立てられるんですけどね、まあすごいね機能を使って頑張っていきたいなと思います。もう考えることはただ一つ、はい、もう支点のところに立って構えてすぐ投げる。 OK、 いきます。はい、 OK、 よっしゃー、取れました。22枚目をね私は狙ってるんですけども、構えてもう22枚目を見たらもうすぐ投げる、もうそれだけですね。もう雑念がね本当に頭の中入んないので、もうねもうシンプルにね投げることができるんですよね。まあ、これがいいところだと思うんですよ。というね、もう試合中とかねやっぱり10番ピンが残ってね、あーとかと思って投げるとミスる時があるので、もうそんなことはもう考える前に投げる。いきます。はい、いいですね。 OK、 よし。はい、まあ、10番ピンね1本ですから当たればいいんですよ、とりあえずね。はい、でスピードとかね、なんていうんですかね、回転とか、まあまあ、1投目のボールとか投げてる方はね考えなきゃいけないかも分かんないですけど、僕みたいにスペアボール使ってる人はね多少ちょっとスピードがかかろうが何しようが、まあ、関係ないですからね、1本に当たれば OK ですからね。はい、まあ、関係なくもないか。ちょっと曲がる人もいますもんね。はい、じゃあもう構えたらすぐ投げる、いきます。はい、オッケー。危な、ちょっと体勢を崩れてしまいましたけど、はい、オッケーオッケー。まあひとまずね、まあ3連続取れてますよね。よしよし、はい。まあ、次は4フレですね。4フレ頑張りますよ、4回目。これも全然いけるでしょう。まあまあ、10回はね、10回はプロボーラーならもう、それはいかないと。ダメですよ、やっぱりね。はい、いきまーす。はい、オッケー。よし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 、問題ないですね。 OKOKOK、 はい、4回目 OK、 4連続。はい、残り、6回ですね。本当にね私もね1投目の特にね1投目ねやっぱりいろいろ考えてしまって、そんなにアプローチ早く行くタイプではないんですけどね、スペアの時はねもう本当に最近シンプルにいってます。はい、そっちの方が取れます。なんかいろいろ考えたら取れない。はい、なんでなんやろ。はい、行きます。はい、OK、 はいはい、 OK、 OK、 本当にね、まあ、自分自身としてね、まあ、なんというんですかね、感じることはね、本当にさっきも言ったようになんかまあいろいろねやっぱ考えてしまうんですよ。やっぱりね10番ピン取りに行くときに慎重になりすぎてね、なんかこう22枚通すんやけどね、どこに落としてとか、まあどこに立って、そしてラインのイメージ作ってとか、いろいろ考えてしまうんですよ。もちろんねそういうことを考えることっていうのは大事ですけど、まあ、ある程度練習したらもう体に染みついたものっていうのがありますからね、もうそれをもう発揮するだけで、その時にね余計なこう力配分とかこう考えてしまうと、なんていうんですかね、それでミスの原因になってしまうんで、まあ、そういうものをなしにして投げるということですね。はい、いきます。
はい、OK。 よっしゃー、6回目 OK。 よしよしよし、はい、6回まで来ました。あと4回はもう最低とりあえずね、まあクリアしたいと思いますよ。はい、プロボーラーですからね。はい、もうそうじゃなかったらこの天秤ヒットマンっていうね、この異名をこうなんていうんですかね、はい、語ることはできない。はい、よし、はい、行きましょう。構えたら行く。はい、はい、OK。 はい、はい、7回目 OK、 7回目 OK、 あと3回ですね。あと3回はもう楽勝でもね、この辺からやっぱりね、やっぱね、ミスターどうしようみたいなのね、絶対人間が出てくると思うんですよ。はい、私もやっぱ思いますよ、そりゃ。はい、ですけど、まあ、そんなことを構えた時に考えない、考えてしまう前に行く。はい、それが大事。はい、カチコチになる前に行く。はい、行きます。はい、 OK。 よっしゃー、8回目 OK。 ふう、なんとかなってますね。はい、あと2回ですね。はい、 100%、 これいいですね。 100% で出てくれるのがもういいですね。素晴らしい。はい、気持ちがいいね。いや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 、もう本当にね、トーナメントでもね、これぐらい天秤取れてたら全く問題ないですからね。はい、はい、行きます。はい、 OK。 しゃー、大丈夫大丈夫。はい、じゃあ次ラストの、まあ、10番ピンの、10回目ですね。はい、まあ、これ取れたらね、もうこの説が、はい、投げたらすぐいけるっていう、言ったら取れるっていう説がね、まあもう神々ですけど、証明できるんじゃないかなと、まあ、思いますんで、はい、頑張りましょう。はい、構えたらすぐ行く。はい、行きます。はい、OK。 危な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 。はい、まあ取れましたからね。はい、おお、危な、ちょっとドキッとしましたけど、まあまあね、これでね、まあ、とりあえず10回中10回取れたんですよ。はい、でもう考えたことはさっきから言ってるように、もうシンプルです。本当にもう構えたらすぐ投げる。もうここの33枚目に立って構える。でもう22枚目か、僕やったら22枚目見て、もうそのまま天秤に向かって投げるっていうだけです。はい、もうそれだけで、もうこれだけ簡単に取れるということです。で、もちろんね、これに関しては個人差あると思いますし、いろんな意見あると思うんですよ。はい、あると思います。でも私自身はこれで確率がアップしましたんで、これも私のね、まあ、検証を重ねた結果、まあ、こうだったということですので、参考になる方はぜひね、試していただけたらなというふうに思います。はい、それではちょっとね、10回中10回取れたんで、あと何回までいけるかね。はい、ちょっとね、ミスするまでやってみましょう。で、1回目でミスったらどうしよう。はい、こんなこと考える前に行く。はい、OK。 はい、11回目 OK。 よし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 。はい、これ20回目までいったらかっこいいな。はい、20回までいって 100% やったら、もうこの説はもうね、完全にいい感じなんじゃないですか。ちなみにスペアボールはスイープハードです。スイープハード、はい、スイープハードやっぱりいいね。めっちゃいい。黒色が私はね、一番好きなんですよね。ちょっとシルバーも投げてみたい気するけどね。はい、OK。 はい、問題なし。よし、はい、12回目 OK。 こんだけ軽くね、まあ、天秤取れてたらね、本当にいいですよね。なんだかんだ一番苦手じゃないですかね、10番ピンね。僕もボーリングね、二十数年間やってもやっぱり10番ピンがね、一番苦手やったりしますしね。はい、よし、はい、じゃあ頑張りましょう。13回目。はい、天ピン OK。 天ピンって22枚目だね。はい、13回目取れました。なんかこんだけ連発で投げたら汗かいてきたね。結構しんどい。まあでもこれでも運動にありますね、これね、ずっとこれやり続けるっていうのね。はい、僕が天秤投げるときね、結構スピード出して投げるからしんどいか分かんないですけどね。はい、こんなことではダメだ、プロボーラーなんだから体力も大事。はい、22枚目。はい、 OK。 よし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 。はい、いい感じ。はい、14回目。オッケー、何回までできるかな。20回まではとりあえず行きたいな。はい、ふうふう言ってきた。結構ハード。皆さんこれ以外22ボールできてね、これなんかな、これ運動がてらちょっとやってほしいな。これ何キロカロリー
消費するんやろ、これだけでも。結構やってみてしんどい。はい、行きます。よっしゃ、 OK。 はい、14回目、15回目かよしよしよし、あと5回。これはかっこいいよ。はい、これも天秤ヒットマンの称号を僕のものにしていいんじゃないですか、これね。はい、なんか今後のトーナメントすげえ天秤残った時の注目浴びそうやからちょっと嫌やな、でもはい、はい、16回目いきます。わあ、フラッとした、フラッとした体がふらついてきた。16回目にして今体がよろけた。これはあかん、これはあかんね。はい、こういうのはあかん、こういう時はさすがにちょっとやめなあかん。はい、よし、はい、でね、この投げ直した時とかちょっと慎重になってしまうんですけど、そういうのなしにしても、はい、もう決めたら行く。はい、大丈夫。よっしゃ、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  OK、OK、 はい、よし、16回目OK ですね。はい、次17回目、あと4回はもうほら楽勝でいきたいな。よし、頑張ってるよ。笹田プロ今天秤確変状態に入りました。よし、 OK、 よし、何パー、100パー、そうだね、1回も見せないもんねはい、17回目いきます。よし、 OK、 よっしゃー、17回目 OK。いやー、これ天秤って何回連続取るっていうことはこれギネスになってんねやろ。そこまでちょっと行ってみたいな。結構むずいと思いません、これね、ずっとやり続けるって。はいね、これ他のプロボウラーもやってほしいな。はい、次が22ボール来たらできますよ、ぜひ試してくださいよし、はい、じゃあ18回目いきます。よし、はい、22枚目、 OK、よし、18回目 OK、 あと2回で20回。はい、ちょっと一番ね、この伊賀22ボールに近い水谷プロにもちょっと試していただきたいですね今度挑戦してみませんか、水谷プロ。やりましょう、やりましょう。はい、よし、次19回目いきます。はい、はい、僕がうまいのか、この理論がうまいのか、いいことなのか、スペアボールがいいのか分かりません。はい、いきます、19回目。よっしゃー、 OK、 精度が上がってきたよ。なんかね、最初の方ちょっと危なっかしい時もありましたけど、どん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 精度が上がってきました。よし、いい感じ。見てる方にもこの僕のちょっとこの体の消耗具合がちょっと伝わってるんじゃないですかよし、はい、20回目いきます。はい、いくぞ、頑張ろう。オッケー、来たー、よっしゃー、20回行きました、皆さん。はい、これなかなかね、できないことやと思います。20回まで行ったっていうことは、これなかなかのもんじゃないですか。いい感じですよね。はい、20分の20 100%、 もうこれでね、この天秤ヒットマンという称号は私のものですからね。はい、まあトーナメントでね、ミスらないように頑張っていきたいなと思います。それでは引き続きね、もう何回まで行けたかっていうのね、ちょっとずっと撮影し続けて、ダイジェスト版でお見せしたいと思いますので、ぜひご覧ください。一瞬で終わるかもしれませんけどねどうぞ。やってしまった、ついに30回を目前にやってしまった。これは今のは体力だな。はい、ちょっと鍛えます。はい、まあということでね、
28分の27ということが30まで行きたかった、惜しかった。まあでもね、20分の20行けましたし、28回投げて27回取れたということで成功率は 96% でした。はい、ですので皆さんもねぜひ、試していただきたいなと思います。僕も、10番ピンは本当に、ね、そんなに得意なタイプのプロボーラーではありませんけども、いろいろ試行錯誤を重ねた結果、まあ、これがね一番シンプルに取れる、まあ、なんというんですかね、技術ではないですけど、まあ、考え方ということですので、はい、皆さんもぜひね、天秤に苦手な方は、まあ、チャレンジしてみてください。はい、それでは今回も内容良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。さよなら。